動物に犠牲られた三毒。鳥はドン、蛇は心豚は知の象徴である。三毒とは、仏教において克服すべきものとされる最もとも、根本的な三つの煩悩、すなわち、ドン、真、知を指し、煩悩を毒に例えたものである。三毒は、人間の諸悪、苦しみの根源とされている。仏陀の説いた根本仏教、大乗仏教を通じて、 広く知られている概念である。例えば、最古の経典と推定される南伝パーリ語のスッタニパータに、ドン、シン、地を克服すべきことが述べられている。さらに、中部経典においては、三不全根として記され、三つがまとめて論じられている。三毒は、悪の根源であり、それが展開されて重悪となる。三毒を懺悔する経文として、懺悔下があり、 新言宗禅宗などでは度胸の前に、浄土宗では度胸の中で必ず唱えることになっている。大乗仏教でも、妙法蓮華行比較品、第三の、いわゆる三者家宅の例えに、ブッダは、首情の生老を病死、憂い、悲しみ、苦悩、無知、混乱や三毒から解放するために三害に姿を表したのだと説かれ、 三毒などの煩悩を家に着いた日に例えているほか、繁涯行、下言行にも記載がある。あれかくが、豚欲を生じ真意を起こすことも、その源を言えば、皆口より出たりと述べるように、三毒の根源は地であるとされる。なお、別に三枠とも言うが、後世の天台修学における三枠を指して、故障するようになったので、現在は三毒と故障するのが、常となっている。 大乗義明後に、三毒通じて三回の一切煩悩を接し、一切煩悩はよく主情を毒すること、それ毒者のごとく、また、毒流のごとしとある。また、崩壊次第発問巻上には、毒は、沈毒をもって、ギットす。出世の全身を壊すをもってのゆえにとある。俗に、妬む、怒る、愚痴漁、仏教の三毒として紹介することがあるが、 そのような要霊は仏典にはなく誤りである。これらも仏教では煩悩として克服すべきものだと考えられているが、この三つは対極的には真に包摂される煩悩である。また、地は日本語での愚痴をこぼすということではなく、もっと根源的な人間の愚かさを表す概念である。チベット密教では嫉妬は無明と悪剣の二つを合わせたものとされる。 ありがとうございます。